らは2021年限定モデルのものになります。なるほど。1931年にデザインされたものがこの度復刻しました、うん、真鍮テーブルランプになります、うん、はい。で、そう、今ちょうどお届けできるタイミングになりましたのでご紹介させてください。もうこれだから、あの皆さん言っときますけど、これさ本当最後の最後の、うん、もうご案内になります。2021年やんかって思ってる方は、あのたくさん注文してこういうことゲットしてるんで、今お出しできてる状態であって、もうそれがブレーキから ようやくですよ。もう半年待ったんですか。え、生産自体受注、ま、締め切ったのいつだったっけ。1ヶ月伸びて1月か、今年の1月でもう生産終わってるので、はい、もう世に出回ってないので、はいはい、これがラストタイプ。もう、いやもう予約が埋まっていれば、もうご案内するのをもうやめないといけなかったんですけど、はい、あの予約数がまだ多少あるので、はい、今なら注文受けれます、はい、ということです。残りちょっと少なくなってですけど、もう数量もうどんどん減ってきてるので、はい、本当に最後のチャンスの案内になるかもしれないですね。はい、はい、何がいいとこですか。こちらが、限定ならではの PH のポールヘニング製の刻印がされてますよ。ね、ここ、はい、もう展示してだいぶあの味が 出始めてます、はい、味が出ている理由ですよ。理由言いますね、はい、真鍮で無塗装になってます。はい、はい、で、真鍮で無塗装の真鍮で無塗装になってて、テーブルランプの中で無塗装のものはこれしかない今ね。現状で 今手に入るものとしたらの中では現状はこれしかなくて、はい、経年変化楽しみたい方は、まあ、これが現状しといた方がいいっていう感じになってます。はい、精度の比率が3対2対1の比率になってます。これもこの限定ならではのバランスになってます。3対2対1になることで、あのコロンとした丸みを感じるデザインになっていますということです。ちなみに真鍮の話戻るんですけど、2年経ったら、あの持っているスタッフ港の話によりますと、まあまあ変化するんで、手の赤も気にならんぐらい経年変化が進んでいい味わいになるということだったので、もうこれもさ、多分結構出てる。あのいや、まあ、こういうのはもちろん、あのどうしても多分使っていくうちに出てついちゃうと思うんですよ、はい、自然と、はい、なんか気をつけててもつきます、これこういうのは。で、もっとこの辺の なんとなくこう今鈍い色になってきてるの分かります、うん、あ、すでにそう、はい、こういうちょっと鈍いキラキラした感じから、なんかちょっとこうくすんだ感じに、うんうん、どん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 あの色が濃くなっていきます。で、もうどんどん進むと、もっと、なんていうかな、そういう感じ。ヴィンテージのクエスチョンランプ、クエスチョンマークのテーブルランプ、こんな感じ。なんつうか、ドスンとした重みがあります。そういう、はい、時代を感じます。あと、可動式の部分をね、はい、ちょっと説明しなかったですけど、こういうふうに、こういうふうに。コネクトはあれですね、壁を照らすことを再三っていうか、まあ、デンマークの明かりの使い方ですかね。そうそう、うん、は照らしてるんで、反射して柔らかい光がより広がります。こんな感じですね、はい、あとコードが、茶色の布のようなコードが出てる。布のような布です。布ですか。布打ち、はい、布打ちのコード、茶色です。あとスイッチはコードについてなくて本体の方についてます。これがね、限定アイテムならでは。もうあ、だからもうちょっと分かるかな、この辺もう色変わってきてるの分かります。ちょっとこっちとこっちね、こっちこっち、ほら、いい味が出てくるので、あの育てる照明器具ですね。そうですね、自分、はい、自分色に変わっていく。ち
ちなみに届いた時にご自分で、はい、ご自身で組み立てしていただかないといけないんですけれども、うん、なかなか解読が難しい場合はこの商品ページの下ずっと行ってもらうと動画が載ってます。こちらを見ながら組み立ててみてください。それでもわからなかったらご連絡ください。ネクタの、はい、こんな状態で届くんですよ、はい、でもちんぷんかんぷんだと思うんでぜひ動画見ながら、うんうん、した方がいいと思います。はい、と、はい、いう感じで、ね、はい、はい、こんな感じでよろしくお願いします。あ、エビはエビですか。はい、エビはエビですね。はい、ないですよ。元から付属されてますので、はい、届いたらすぐ多少熱がゼロではないけど、まあ、LED なんでね、触れるぐらいですよ。